産地消などをテーマに学生がレシピを考案、およそ8ヶ月かけて完成させました。りょうまるくん弁当は四万十鶏やナス、ニラなど県産の食材がふんだんに使われています。江南市野市町出身の学生が思い出の味を知ってほしいと企画したのが野市ご飯のおにぎりセットです。さつまいもや大豆を混ぜたご飯を甘辛く味付けした思い出の味、小学校の給食で食べたという野市ご飯をおにぎりで再現しました。一体どんな味なのか試食させてもらいました。うん、さつまいもや大豆の食感もしっかりありますし、甘辛いタレによく馴染んで優しい味わいに仕上がっています。野市出身の人にはこんな給食あったなって自分たちみたいに思い出して思い出を振り返ってもらいたいし、野市ご飯を知らない人には野市にはこんなご飯があったよっていうふうに知ってもらいたいです。学生たちが考案した2種類のオリジナル弁当は今日から県内のローソン86店舗で販売中です。